reçoivent 1 millisievert, le taux de cancer est de 50 morts. ですから、あの、ICRP の統計に、計算、まあ、によると、推定、統計ですけども、100万人の人が1ミリヌイシーバルトの、占領を浴びるとすれば、がんの死亡が50名出るということです。この、ここの今、室内の中の、放射性が、0.1 マイクロシーベルになってますから、これは1年、はい。Il est facile de calculer que rien que le fait de vivre sur la Terre, donc une année c'est 10 000 heures, représente sur l'année une dose cumulée de 10 000 fois 0,1, c'est-à-dire 1000 microsieverts, c'est-à-dire 1 millisievert. ですから、まあ、ここで生きてるだけで1年間には1ミリシーバートの、値になります。Parce que la norme de 20 millisieverts qui est proposée par les autorités japonaises semble ne porter que sur l'irradiation externe, sans vraiment tenir compte de l'ingestion. これはとても重要な点であって、あの、現在20ミリシーバルトっていうふうになっているのは、これはあの、食べ物とか飲み物のことは入っていないということで、空気のことでしかないということで、まあ、大変危険な数値です。空間線量、まあ、その人間の影響についてどうい、まあ、それをこう計測するときにどういった計測の仕方をするかというと、このラデックスというもので説明しようと思うんですけども、これは基本的にあのガンマ線を測るものです。で、ベータ線も検出しますが、ベータ線はその先ほどちょっと説明したんですけども、透過線量というものをあの測るようなそのキャリブレーションというか、その計算はしないので、あの地面で計測した時にはガンマ線はその多少このプラスチックを透過してあの検出しますが、あの基本的にここに出る数値はそのベータ線のいわゆるその1平方センチメートルあたりの透過線量というものを出すものではなく、空間線量はあくまで外部被曝のその皮膚から1センチの部分のその被曝を測るというか、その空間線量を測るものです。あのこれビニール袋に入れてるのは汚染を防ぐためです。これ自体が汚染されてしまったら、ここに付着した放射性物質を場所を変えてもずっとそれを測っていることになるので、その場所の値を測っていることになりません。ですので、このあの袋に入れて基本的に測ってます。でこれに関してはスイッチをこう入れて160秒で測定を終えるんですけども、このまあ、もうボタンをこう押した瞬間に計測が始まっています。で、まあ、1メートルなんでこうしてるだけです。で、ちょっと見えにくいですかね、これなんかはその検出、ここに外側管の中に、放射線が当たった時に黒い四角のマークがこうピピピって出るのと、あと音を出すようにすれば、この検出した、ここは検出というか、この外側管に放射線が当たった時に音も出るようになるんですけども、基本的にこれを160秒間1メートルのところでこう保持していると。で、例えばあの他の、アルファ線とか、これはテラというウクライナのものなんですけども、まあこういったものはウクライナではあのホームセンター、普通のホームセンターとかで売ってるわけですね。それでこれなんかは後ろ、まあこれ基本的に外側管がアルミに包まれてまして、でいわゆるこの状態ではガンマ線だけが測れるような状態で、この裏の蓋があって、外側管を露出させればそのベータ線を、まあ、検出できるようになるんですが、まあその時はいわゆるその、出た全体の値からそのガンマ線を引いて残りがベータ線みたいな、こう引き算をして出すんですけども、でもそれにしてもこれもあの1センチあたりのその透過線量ではなくて、これはデンシティ、流速密度という、その1センチあたりにどれだけのそのベータ線が放出されているかというものを計測するので、私はこの単位についてちょっとわからないので、これはそういう使い方はしてません。だからその基本的にこれはもう外部被曝というか外部線量を測るものとして使ってます。で、
このラデックスについて言うと、これは測定を3回40秒で1回行って、で数値が出て、また40秒でまた数値が出て、でまた40秒で数値が出て、で最後の40秒で、全体のその平均値っていうのを出て、それが1回の測定で、例えば定点観測とかで、まあ、一緒に測定を行っている時もそうなんですけども、これで出てきた数値を160秒の数値を、まあ、2回か3回か書き込んで、でそれをまあ足して3回なら3で割るとか、そういった形で平均を出したもの、まあ、そういった形で平均を出したもの以外は例えば人に伝えたりとかするような数値ではないと考えてます。であともう一箇所、地表をもちろん測るんですけども、でこれベータも多少検出すると言いましたけども、それほど他のガンマ線だけを測る陽化ナトリウムシンチレーターというものとの比較をずっとこう行ってきたんですけども、それほどむちゃくちゃこう違いのある数字が出るわけではないので、ベータ線が多少検出されるといってもその大きく違うものはないです。で基本的に地表においてそのスイッチを押す、まああとは放っておく。でこのラデックスというものの場合は外側管が左側に入っているので、この左側を、まあ、地面のに当てて測る、まあ、テーブルを測るんであればこの外側管をテーブルの上に置いて測る。でこのテラというのはこの後ろの方に、まあ、外側管の位置がこうプラスマイナスのプラスというのがあって、でそこが外側管の真ん中に当たるんですけど、それをその測りたいものの上に置いて測ると。でただこうしたものは空間線量を測るものなので、食品だとかそういったものはものすごく汚染されてれば、例えばその検出するんですけど、違いっていうのは分かるんですけども、基本的に食品とか体内被曝、体内汚染にこうなるよ、なる避けるべき値というのは非常に小さい値なので、こういったもので食べ物を測って食べられるか食べられないかの目安にするのはやめてください。それは目安になりません。でこうして、まあ、外側カウンターでいろいろ種類がもうあって、測り方もそれぞれなんですけども、計測、まあ、ある地点で計測するという場合は基本的に1センチで、1センチと1メートルで計測して、そこの1箇所の計測が終わりで、例えば本当に学校の校庭とか広い場所だったりするともう、1回の測定に160秒とかかかるの でしかもその計算して出すのに時間はそのある程度かかる、ちゃんとした数値として出すにはかかるので、私が福島なんかでこう測ったりするのはこうしたこうしたシンチロミーターという、まあ、でっかいこうプラスチック その検出器を入れたものでこう歩いて、でこうぐるーんと歩き回って、それでこう数値の変化というのを見て、それでそこの部分でまた線量を測るっていうことを繰り返しています。だから皆さんのご自宅でやる場合、まあ、ご自宅とかあとは子どもの通学路とかどこでもそうなんですけども、そうした場合は、まあ、さっきの説明で基本的なおそらくその仕組みというかそういったものは分かったと思います。それほど例えば泥とかそういうものと変わりません、埃と変わりません。屋根に降り積もったものは雨で洗い流されたら雨どいとかを通して下に集まるし、もちろんその低いところにはこう水で流れて溜まっていく。でやはりこうアスファルトのように流されるところよりもこう土にそのままこう溜まってしまうようなところであれば、それなりにこう高い線量とか放射性物質が積もっていると考えられるので、大抵の場合はそういうところの方が高いと。これはアルファ線とベータ線とガマ線との3つをこう同時に測れる。で単位は CPS という1秒間に何回その放射線を捉えたかという単位で測るものなんですけども、これ非常にセンシティブなこの窓を持ってまして、このドライヤーみたいな形のこの先が、まあ、
とてもあのなんだろう繊細なものなんですね。でこういったものを当ててその測るっていう、だからこれはちょっと見えますかね、この網網になってるんですけども、あのこういったものでその非常にその繊細なものでアルファ線っていうのは捉えることができると。で本当にその飛距離っていうのは、飛程っていうのは本当に数センチという。どこの千代田区の、今あの土を持ってきていただいた方がいるので、ちょっとこれをあのいくつか違うあの測定器を使ってその違いというのをあのお見せしたいと思います。その最初に、この室内の、室内であればこの室内の、まあ、バックグラウンドというかこの室内のその線量というのを測ります。そして、先ほどもお話ししましたけども、これ外側管がこの左側に入っているんですけども、それを直接こうしたサンプルにつけて、それでいわゆるこう通常ただ1メートルのところで持って測った空間線量と、この直接このサンプルに近づけた時のそのまあ、差を出します。その実際にこの結果についてあの正確な値に近づけたいならば、何度も同じところで計測をする必要があります。でその、まあ、差というのはどんどんこう近づけていくという。For example, with this RADEX, we measured background here about 0.13 microsievert.ここ の, あの室内で測ったバックグラウンドは 0.13 マイクロシーベルト毎時が今この部屋の1メートルの状態、まあ、ここの状態ということですね。あのそれでこの同じラデックスというこれをあの千代田区でしたか、これが場所ですね、千代田区の泉公園ですか、で病院側のこれ側溝かなんかですか、花壇かなんか、はい、芝生の、うん、その、 あの泉公園というところの排水溝のところの土を、直接この乗っけて、まあ、測ったところ 0.19 と 0.26 マイクロシーベルトという値が出ました。それで、今このさっき言ったシンチロメーターというこの DG5 というもので、今現在ここの部屋の、空間で95から 110CPS、単位は CPS で、何回ここに放射線がこの、あの測定するこのプラスチックあのシンチレーターなんですけど、ここにあの何回放射線が当たったかっていう数を数えるものです。で95回から1秒間に95から110回当たってます。でサンプルを直接、当てたところ126から 119CPS という値に、でそれだけのこう値がこのバックグラウンドとの違いを出して、まあ、これあの、まあ、大体 1.5 倍ぐらいかなっていう感じで出る。でこの値というのは、まあ、2倍近く 0.26、0.13 というバックグラウンドに対して直接近づけたら 0.26、まあ、0.19 というのもあるんですけど 0.26 として2倍ある。でこれ 1.5 倍と 2倍ということで、なんでかって考えれば、そのラデックスは、先ほどもお話しました通りガンマと、あとは多少ベータも検出するということで、この差、まあ、50% アップ前後と、あとは倍になるっていうぐらいのこの差っていうのは、このアルファじゃないガンマとベータを、検出していることとガンマのみであることの違いです。すいません、あのちょっと急ぎます、時間がないので、それであの今このアルファベータガンマっていうのを、一緒に測るものを使います。でこれも CPS なんですけども、これの CPS と、違います、
というのも、まあ、もちろんそこにカウントするものなんで数を測るものなので、この大きい、検出器であればもちろんそれだけのカウントを拾えるし、面積が広ければ小さければ、それだけそのカウント数は小さくなってきます。それでこの部屋の、状態、バックグラウンドですね、その部屋の状態を見たところ 0.2 から 1.6CPS というのがこの部屋のバックグラウンドになります。それに対してサンプルに直接近づけた場合は 2.2 から 4.2CPS になっていると。で、まあ、バックグラウンドの方はだいたい平均は 1.1 ぐらいと。で、そのサンプルに近づけた場合は 3.2、まあ、約3倍になっていると。この検出器ではこのバックグラウンド、この空間のバックグラウンドからその3倍のものを検出しています。ラテックスでは2倍、でこの DG5 ガンマ線だけではその 50%、このバックグラウンド、この室内の状態からこのサンプルの値は、サンプルから出る放射線の値は大きい。さっき私はこのプラスティックバッグなら透過するだろうと言いましたが、間違いのようで、アルファ線はこれをプラスティックバッグは透過しないということです。それで、まあ、まずこれが3倍あるけれども、アルファ線はこの状態ではと検出されないとは思いますと。ただこの非常にセンシティブな表面、検出表面を持っているので、ベータ線は非常にこう入り込みやすい状態になっている。でこれを要はベータ線を測るのをそのやめたい場合は、これに、まあ、カバーを取り付けて、それでガンマ線のみを値を検出します。でカバーをつけた時の値が 0.6 から 2.2、まあ、これがこうガンマ線のみを検出している時の値です。これがまあベータ線を止めているので、これがガンマ線の値ということになります。で考えられることは、そのまず先ほど の一部で説明した通り、まず天然核種 そのウランであるとか、まあ、トリチウムであるとかっていうのはもちろん含まれているのも、もちろんそこから出している放射線もあるし、あとは人工核種、福島からその福島の第一原発から飛んできた人工核種というものもあって、だまあその総量を測っているわけですね、この検出器で測っているの。それでセシウムにしても要素にしてもそうなんですけど、まあ、要素は今のところはもうその爆発の時の影響の要素というのはほとんど、まあ、なくなっていると考えて、セシウムを考えると、セシウムというのは、ベータ線とガンマ線を出すものです。まあ、要素もそうなんですけども。So people have to understand that there are two different things. One thing is to measure ambient gamma dose rate in microsievert per hour, 1 meter above ground. The second thing is to check a sample of soil, sample of food, sample of anything, and to detect is this sample radioactive compared to background, yes or no. If it is radioactive, then you have to think why.
でそのいわゆるそこを最初にその空間の線量というのを知っておくことが大事で、それでその空間の線量を知っておくことで、まあ、サンプルとかをこうして近づけて測って、その際でもってこのサンプル自体が、まあ、今回の場合は土壌ですが、その土壌がその放射性物質を含んでいるかどうかということの、そのまあ判断になって、でなんでこのこれがこの土壌土が、放射線を出しているかということを考える、まあ、目安にはなりますということです。で、あのその人工核種であるか、その天然核種であるかというのは、こうしたガンマスペクトロメトリーといった分光器を使ったその測定が必要なんですけど、これは一緒にサンプル、まあ、これあの採取したものなんですけども、これはあのセシウム134で、これがここにちょこっと出てるのが137の値 でまたこれが134のエネルギーの値で、あのこうしたものがあのその人工核種のセシウムであるということが分かります。でただそのこうまあまあそうですね。でこうしたあの簡易型の測定器で測れるのはどれだけのその線量があるかということだけであって、どうしたその線量が何からやってきているかということは、まあ、基本的に分からないと。こうしたあのガマスペクトロメトリーとかこういった、まあ、あのその分光器みたいなものを使って、その核種というものは判断しなければ分からない。だから、まあ、逆に言えばこれこうした簡易型のもので、できることというのは、その今この空間でどれだけの線量があるか、どれだけ自分はその浴びているか、放射線を浴びているかということが、まあ、分かると。あの先ほどもあの何度か質問に答えているんですけど、お水 の, あの判断にはしない方が良いと思います。 Pour la piscine, il y a deux questions. La première question, c'est. プールの場合はあの2つの質問があるわけなんですよね。でまず確かめるのは。De vérifier que la piscine, là, il n'y a pas d'eau actuellement. 今あのプールが入、プールには水が入ってるんですか、入ってないんですか。Ah, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut enlever l'eau. Ensuite, il faut laver la piscine avec un karcher ou bien la nettoyer. ですから、その水を抜いて、あのもう全部すごくあのきれいに洗って。Éventuellement, vous pouvez vérifier avec un appareil si vous ne détectez pas d'anomalie au contact du carrelage de la piscine. Oui.でそれでその水を入れる前にそのプール自体に、まあ、あのまだ汚染されてるかされてないかを調べて、 Et après vous remettez l'eau, でこれから入れる水にはもう問題はないはず、問題がない。課長の下請けで計測してる人なんかは、人らなんかの、まあ、計測しに行った時に校長先生とかが、まあ、見せてくれたりとか、いろんな場所によっても結構統一性がなかったりするんですけども、その指示のあった5箇所で計測するとか、あと本当にひどいのは保育園なんかで5箇所別々のところ、園庭の真ん中と、物置の後ろで芝生の上で、あと他2箇所を計測して、それを足して5で割ってその平均の数値しか教えてくれないとか、そういうこともあって、なんていうのかな、本当にひどいです。で、それだけで本当に目安になるかといったら、例えば今、まあ、工程は 3.8 マイクロシーベルト毎時で、その工程に出していいかどうかって、まあ、そんな話になってるんですけども、例えば2ぐらいであったりとか、1.5 ぐらいであったりとかって、そういったところでも学校、まだ福島では外に出してないところは多いんですね。ただ中学生ぐらいになると、もうガンガン部活なんかしてたりとかして、ちょっと怖いんですけども、非常に。で、その、例えば5箇所でも、校庭の隅を合わせた5箇所とかだと、本当に側溝とかで、まあ、そういったところが例えば 1.5 ぐらい。1メートルであったとしても、速攻とかで40マイクロシーベルトとかだったりするんですよ。で、そうした速攻っていうのは、まあ、これから雨の季節になって溢れ出たりすると、その汚染っていうのは広がっていくじゃないですか。だからそういった、こうなんていうのかな、学校とか大きい施設、特にその子どもが通うような施設は、もうちょっと詳細な測定を行う必要があると思って、非常に頑張ってください。野菜とかの検査を
自治体ですかやってるっていう話は聞いたんですけど、そのやり方がすごくずさんで、例えばもうたくさん品目あるはずなんだけど、そこの中のたった1品目を取って、測定をして、それでまあ基準値をオーバーしてなければ OK というような、そういうずさんな測定とそれの発表と、その、まあ、生鮮食品の流通をやってるっていう噂を聞いたんですね。それは実際はいかがなものかというのをちょっと、もし知っていらっしゃるならばお聞きしたいと思います。その30日の時に県の職員の人と会って、そのことは確認したんですけども、つまりその市町村ありますよね、いろんな、そういうところから、例えばほうれん草ならほうれん草を、まあ、ある町のほうれん草をどこから取ってきたかわからないけど、こういう言い方をしてました。最低1つ最低1箇所からそのサンプルを取って、まあ、もちろん1個ないと測定はできないわけですから、1個、まあ、最低1個、2個になるか3個になるか分かりませんが、それを測定して、それが暫定基準値以下であれば、その町すべて の, そのほうれん草は出荷 OK、 摂取制限もなしという形になっている。で、こうその農水省の例えばその出荷制限と摂取制限 の, 表を見てもらうと分かるんですけども、非常にいろんなものすごく細かい種類 の, その野菜というのは出てます。ですが、そのサンプルがそのある 市なら市、村なら村、町なら町のある一箇所の一つのサンプルだけを測定して、その基準で全てが OK っていうのは、まあ、非常にラフすぎるというか、その放射能 の, その分布っていうのを考えた時に、非常にもう道を通りを一本曲がっただけで全然値がもう半分ぐらい違ったりとか、まあ、あとは地形によって全然違う、まあ、そういうことから考えても、あまりにもずさんであるとは言えると思います。